そりゃあ市場の安から比べればなば。なんだ、踏んでねえぞ。なんだなんだこれ。おい。またまた。踏んでねえって臆せるわ。異常なし。コンピューターじゃないってこと。すげえ押せっちゃすすもんが。さっき喋ってた場所だっすね。エアクリとかそういう問題じゃないっていうか。喋ってるわけだ。よかったっすね。涙出てたじゃないですか。こんな走ってきた場合のあっちやつ触ってやる、外せたってやる。酔いでねっつうの。WRC があったのじゃん。待って。ピットクルーが仕事早いからや。ペンいました。あ、それだ。どれどれどれ。ほら、原因がこれでした。いがったいがった。こういうバンドこういうのがスカスカだ。ほらすぐ脱げるもんね。よし、オッケー。オッケーじゃねえ。また外れるように作ってたじゃないですか、それ。すぐ取れるって。な、多分やレスポンスジェットつけてブースト上がったんだ。ああ、そっかそっか。今までよりだから上がったから、今までの方に深すぎるなと思うやつ。そういうことが。ブーストが上がった。ブーストが上がった時に朝余計もっとかかるようになったから 1.2 かかったからか。本当にかかったっすか。そういうことが。一時期師匠のあの放水がダメだとか取り回しがダメだとか。取り回しじゃねえでぞよ。あ、でも大丈夫だかって言われちゃったんだ。一時期。ああ、いがったいがった。何曲け？バンドは？バンドは。ちょっとこれ、これ抜けてくるんだよね、今度。大丈夫なんだか。なんかその放水やばくねえすか？抜けても今度ほら分かったからいいっしょ。まずや。これ戻すんですよ。これ端に向かって。ミニコンド。このレスポンスジェットも。レスポンスジェットもやっといたもんな。どうせだわな。もうじゃあどうせはエアクリ。エアクリも。戻した方がいいな。いいだよ。エアクリやめるべ。めんどくさいはんも。なんだ？ああ、そういうの。いいだよ。ただ穴穴穴開きだとかじゃん。レスポンスジェットは戻さないもんね。うん、レスポンスジェットは戻した方がいいと思います。意外とのあの診断異常なしでや。あの MRI したっけあれ。MRI な。コンピューターですか。あれはいい。わーい。全然違うと思う。ミニコンが。ミニコン。ミニコンとか全部戻した方がいい。っていうかブーストメーターつけれたの。絶対メーターつけた方がいいっすって。この手いじってんだば。だって合うわ。俺あるんだね。んーと、インがこれのこれ。仕事早いの出ましたって。だからこう、ま、さっきと違って、まだ走った方がいいんじゃねえの。あ、またこれ分かんねえ。これでこっちだ。パス。確かこれのこういう時のための先生なんですよ、ね、さ俺の記憶が正しければね、うん、これどうこっちなんだよ。さっきから俺もや散々見てきてたから、こっちが残りなんだよ。間違いないよ。それでまだ毎日かけてグーグーグーってなってた。あれはあれでかっこいいことするの。なんかスタート前でか、スタート前の気合入ってる人っていく感じして、これはこれでいいんだよ。確かに。いつもついてもほう。センス違うんですってやっぱり。
最初だこれタイラップちゃんと押さえてねえからダメだとか僕タイラップ抜けた時ねえよ付け方おかしいんで付け方ってこう疑いかけられてる金魚だった金魚だったんだエアクリーナーでねえかと思ったエアクリーナー吸いすぎだとかオッケーよしかけてみるか復活カマンジムニーいいね脱げるとこねえやな落とし穴ねえやないやでもほらまだ慣れはこのどっか抜けたって分かるべあ何結局どれが抜ければそう これ割りじゃねえってかこういうやつ抜けてもなる結局同じじゃないこれ抜けてもこういう抜けても怖いわあのいやこれまだやたまにやこう抜けても株たまってるからわかんねえ時あるんだよ何ですかアクセルの次がいいんですか軽いよホース抜けるからあとやめるホース抜けるからあとやめるって言ってます